こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、ノクティルックスと並んで最高峰と言われておりますアポズミクロンの 50mm レンズになっております。はい、ご覧の通りですね、ライカのアポズミクロン 50mm アスペリカルレンズですね。まあ、その名の通りですね、アポクロマート補正をですね、施しておりまして、でもってですね、これもアスペリカル ASPH レンズですので、このアスペリカルレンズが搭載されているわけなんですけれども、でもってその内部にもですね、フローティング機構というですね、こう周差をこう補正してくれるですね、機構が搭載されておりまして、ライカの技術の粋をですね、全部盛りで入れたみたいなレンズになっておりまして、まあ、50mm の F2 というですね、一見地味な感じのですね、まあ、スタンダードなレンズなんですけれども、そこにですね、技術の粋を全部突っ込むというですね、ライカらしさが、現れているレンズというわけですね。まあ、ライカらしさを全て体現したようなレンズと言われてますね。でもってですね、このご覧いただいてますように、ノクティルックスみたいなですね、こうドーンと大きい迫力のある、この外観ではなくて非常にコンパクトなんですよね。ノクティルックスはこの前玉が非常に大きいですね、重かったんですけれども、このアポズミクロン 50mm はですね、通常の本当の 50mm、ズミクロン 50mm とほぼ変わらないですね、非常にコンパクトで軽いレンズになっております。でさらにですね、このフードが内蔵になってるんですけども、普通こう引っ張り出す感じの機構ではなくて、こう回すとですね、立ち上がってくるというですね、非常にこう、ギミック的にも非常にいい感じのフードが搭載されております。はい。という感じでですね、発売されてから結構時間が経ってるんですけれども、最初のうちはですね、非常にこう、品薄状態が続いてですね、もう、かなり幻のレンズみたいに言われてた時期もありましたけれども、最近はですね、ちらほらと結構出てくるようになりまして、ようやくですね、当店にも入ってくるようになりました。はい。ということでですね、外観の方から見ていこうと思います。この、個体もですね、やっぱりですね、まあ、高価なレンズですので、とても大事にですね、お使いいただいておりましたようで、使用感という使用感は、ほぼほぼ感じられない感じになってますね。ローレットの摩耗とかもありませんし、この塗装の劣化とかですね、も感じられませんね。ただ、一箇所だけここにですね、チロッとペイントロスがありますけれども、まあ、これ以外はですね、はい、全くどこにもすれ当たり、へこみとかですね、くすみなども見られず、ほぼ真っさらなレンズだと思っていただいていいですね。もちろんですね、レンズもですね、前玉、後玉、中玉ともにですね、曇りカビ、擦れ傷、引っかき傷などありませんで、拭いたような跡ももちろんなくてですね、おそらくこう、ほこりを飛ばしただけでですね、拭いたこともないと思いますね。絞りの動きももちろん軽快で、はい、絞りバネの、まあ、汚れとか油なんてもちろんないですね。はい、ピントのヘリコイドも、はい、バッチリ、まっさらの状態で滑らかです。はい、付属品がマイキャップ、アドキャップですね。でもってですね、元からですね、このレンズは非常に高級な付属品がついておりまして、こちらのですね、ドーンと大きな外箱がついております。はい。はい。アポズミクロン 50mm です。アスペリカルですね。豪華パッドですね。ですね。あ、はい、ちょっと見にくいですね。はい。はい、こう、蓋を開けてですね、非常に大きな箱に入ってます。まあ、トリセツ類がこう入ってまして、開けると、この中にですね、また箱が、中箱がありまして、こちらの方にですね、こう、レンズを収めて、はい、保管していただくような感じになってますけれども、まあ、これは飾りみたいなもんですけどね。はい。まあ、この箱に収めてですね、お届けいたします。
あとはですね、こちらの、専用のポーチですね、がついてます。それと、こちらの、フィルターですね。はい。あ、レンズキャップですね、これは。はい。レンズのキャップですね。はい。これは前、レンズのフロントにですね、カポッと、かぶせて使うキャップになりますね。はい。はい、こちらが付属しております。はい、ご覧の通りですね、非常に大きいですね。迫力満点の外箱がついております。まあ、最初開けた時にはですね、新品なのかというほどですね、大変、ピンピンの綺麗な状態だったんですけれども、はい。きっとですね、満足していただけるような感じになっていると思います。シリアルも一致してますので、正真正銘の元箱になります。箱もですね、痛みなどなく、非常にそのままの状態ですね。はい。ということで、大変、ほぼほぼ新品同様といって差し支えのない状態のですね、ライカの最高峰レンズ、ライカアポズミクロンの 50mm、縁側にアスペリカルレンズになっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。